はい、本日はですね、6月に購入したアイテム12点をご紹介していきたいなと思います。こちらにずらっと並んでるのは12点ないんですけども、まだ他にもね、若干あったりするのでご紹介していこうということで、もう早速ね、いろいろ使ってるやつもあるんですよ。で使っててね、うわ、これちょっとこれやなとかあれやなとかっていうところも、まあ、おいおい、買ってよかったものも出す予定なんで、まあ、その買ってよかったものっていいとこしか言わへんじゃないですか。じゃなくて、まあ、今回は使ってて微妙なとこも正直あったりしたんで、まあ、その辺なんかもね、お話ししながら今月ね購入したものをご紹介していこうと思います。もう12点もあるのでもうサクサクサクっといこうと思いますので、今日の流れとしてはまず1点ずつパン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 って紹介していって、まあその時の感想っていうか、あ、これこうですねとか、ああですねとか、意外とこれ動画で微妙とか言ってたけど、使ってみたらまあまあ良かったですわみたいなところをね、今日はこちらのカメラとこちらのカメラ2画面でお送りしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、まず1つ目は T シャツからいきましょう。 T シャツはね、こちらの T シャツ緑系の T シャツになってて、あんま色味がはっきりこれ出てへんからちょっと申し訳ないんですけども、これに関しては、まあ、何回か着用はしたんですけど、まあ、そんな別にまだアウトドアとか行ってないんで、まあ、今そんなに言及することもない、いいとか悪いとかっていうところも、まあ、そんなガシガシ使ってへんから分からんっていうところで、その次が問題なんですよ。2点目のアイテムね、これ T シャツ、ちょっと見てください。これはパッて見てもらって、黄色のやつね、結構色合わせいいですねなんて言ってた黄色のやつあると思うんですけど、これがちょっと近くに見てもらいますね。めちゃくちゃ首伸びてるの分かります？洗濯まだ2回か3回しかやってないのに一気に首伸びたんですよ。で、もともと結構これ首余裕あるタイプですねなんて言ってたと思うんですけども、結構ね、まあ例えばこうやって見てもらったら分かりやすいかなと思うんですけど、この赤の方は結構首ね詰まってると思うんですよ。これ3点目のやつね、首詰まってるけど、この黄色の方がね結構首よれてきて、もともとルーズっていうよりかはルーズというかもうビヨビヨですよっていう感じで、一回ちょっと着てみますね。はい、とまあこんな感じでね、ちょっとあえてもうマイクつけませんけども、こんな感じでちょっとよれてるの分かります？ビヨーってよれてるの分かります？これが僕個人的にはね、やっぱちょっと気になるというか、もうこのワンシーズン着ちゃうと結構もうよれよれになってくるやろうなとかって思ったりはしてるんですけど、まあまだ言うて3回しか着てないですからね、2回か3回しか着てへんのに、まあそれでここでよれちゃうと、まあ、ちょっと残念かななんて思ったりします。まあ、別にあれですよ、嫁と大喧嘩して胸ぐら捕まえてオラー言われたわけではないですよ。今嫁にはねそういうことされたりしないですけど、過去はそんなことあったかもしれません。過去振り返ってみると、20代前半の頃なんかは胸ぐら捕まれたりしたことも、まあ、なきにしもあらず。でそれ誰が悪いんかっていう話になってくると僕が悪いんですね。僕が、ちょっとお板をしたってことによって、まあそんなことされたりはしたんですけども、まあまあそれは過去の話だからいいでしょうと。今も10年前の話だってしゃあない、今の話をしようぜということで、今でもね夫婦は仲良くやってるんですけど、こんな感じで首がビヨビヨになってきちゃったんで、まあ、ここちょっと残念やったかなと思います。ちょっと戻ります。でまあね、動画の時にもレビューの時に言ったんですけども、やっぱり僕みたいにこう首の細い人とか、そのあんまこういうの向いてないんですよね、こう首の空いてるやつだから。キュッて締まってる方が良くて、あんま詰まりすぎると体操服みたいになるじゃないですか。あんま詰まりすぎるのもあれなんですけど、程よく詰まってるのがいいんですが、まあ、これとかやったらね、まあまあ程よく詰まってました。ただこれに関してはもうバンダナ柄の T シャツやからちゃんと締まってるって言われたらちょっとわからないですね。個体差あるんで何とも言われないんで、このノースフェイスのね T シャツはね、結構ね首元が緩いっていうのは結構有名で、僕の嫁ですらね、あ、それ伸びる T シャツやんってすぐ一発で分かってたんですよね。なのでまあこれはあるあるかと思うんですけども、まあそんなことになってます。ちなみに僕は DV というか胸ぐらは掴まれましたけど、僕が胸ぐら掴むことはないですよ。その辺はご安心くださいということが3つになってますね。で4つ目いきたいなと思うんですけど、4つ目っていうのは何かっていうと、こちらのチューリヒのサンダルでございます。これがビルケンシュトックっていうサンダルになっておりまして、はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、ということで失礼しました。こちらビルケンシュトックのサンダルですね。これ見てもらったら分かるんかな、結構ね、まあ履いてるんですよ。だから汗じみとかもちょっと出てきだせばいてるんですけどね、まあ、こんな感じで履いてます。まあそんなまだまだ汚いってことはないですけどね、履いてます。そして次4つ目っていうのが、つい最近ご紹介したこちら、ズドンバンズの防水スニーカー。これめちゃくちゃいいでしょ。実はねこれさっきレビューしたばかりからまだ履いてないんですけどね、まあ、ここからガンガン履いていって、多分おそらくもうこれが今年の夏のメインスニーカーになってくると思うんですけど、やっぱバンズってめちゃくちゃ合わせやすいじゃないですか。別にこの形がかっこいいとかも全く思わへんし、履き心地がいいとかも全然思わへんけども、とにかく合わせやすい。今みたいなショーツ履いてる時とかでもパンって合うし、その長ズボンでねチノパン履いたりとかデニム履いたりとかしてる時なんかもこれはめちゃくちゃ合うんですよね。そやからまあ僕は気に入ってたりするんですけど、あんまり言うと、ランキングバレちゃいますので、ちょっとこの辺で終わりにしておきますね。ほんで5点目ですね。次6点目が何いこうかな。じゃあこちらいきますか。迷彩柄のこれは何でしたっけ、ドットショットか。このねドット
ットショットジャケットはあえて迷彩でねこちらチョイスはしたんですけども、今月レビュー動画ももちろん出したと思いますし、一回着てみましょうか。まあ、こういったなんていうんですか、カモフラの迷彩柄ってやっぱり男の特権みたいなのがあるじゃないですか。男性とかやったら結構私服でもさって合わせれたりするけど、女性が迷彩着たりしたらあの子なんかサバゲーでも行くんかなみたいな感じの雰囲気になるけど、男はねこんな感じでさってラフに着てね、中にね黒 T だけ着といたらね、まあまあそれ相応の雰囲気になるんですよね。まあそれがこちらのドットショットやったっけな、ドットショットジャケットになってます。ほんで次ご紹介するのが、ここにはないんですけども嫁のスニーカー2足なんですね。だから1,2,3,4,5,6,7,8点目になるのかな。これはあの嫁蔵チャンネルっていうのが実はサードチャンネルありまして、そちらの方でレビューしてると思うんですけども、バンズの防水スニーカーお揃いのやつと、あともう一個がノースフェイスのなんか靴下みたいなね防水スニーカー買ってました。なんか私だけ防水スニーカーないの嫌やなーとかってずっと言ってて、買ってほしいなーってずっと言われてて、足元だけいつも防水じゃないんだよなーって言われるんですよ。上はジャケットは防水あるし、パンツも防水ゴアテックスあるけども、足だけいつもびちょびちょになるんだよなーって言ってて、まあかわいそうやなと思って買ったったらですね、何でかしらに2足購入したということになってますので、まあ、それはあの嫁の方のねチャンネル見ていただければいいと思うんですけども、そちらを購入しました。そして次がですね、購入したアイテムじゃないんですけどご紹介したアイテム、そうこちら僕が今使ってる財布なんですね。オリジナルでね僕が作ったやつになってて、僕はあれなんですよね、あのキャメルを自分自身では使ってて、もうこのボタンのね形がちょっと出てき出してると思いまして、このカードの形もちょっとずつ出てき出してると思うんですけども、まあ、これをねガシガシ使っております。すいません今4000円しか入っておりませんでした。あの結構多くの方に気に入っていただけたみたいで本当にありがたいなと思います。あの工場の、 作ってくれてる職人さんもめちゃくちゃ喜んでくれてますので、ありがとうございます。ということで最後はこちらのリュックですね。アーバンアサルトというミステリーランチのリュックになってはいてますね。いかがでしょうかこの感じ、男っぽい感じでね使えたりできるんじゃないかなということで、この動画でも言ったんですけども、やっぱり背負い心地はいいですね。いつ背負っても、マイク挟まってるか、いつ背負ってもね背負い心地はええなと思いますわ。クッションもしっかりしてあるし、背中の背面のところのクッションもしっかりしてあるし、ほんでもってねやっぱ男性って結構多いかなと思うんですけど、黒ベースに金色とかって結構好きちゃいます。なんか結構白黄色とかね金色オレンジとか好きだと思うんですけど、これもそうじゃないですか。黒ベースにオレンジが入ってるってなんか本物感あるでしょ。それわかるかな、なんか伝わるかわからんけども、なんか僕は、ね、いつもそうやって思うんですよね。だからなんか、まあ、男の人が好きそうな感じの配色してるなと思うんですけど、これがアーバンアサルトということになっております。はい、ということで全部紹介したかな、T シャツ3点とスニーカーと、あとはビルケンシュトックのサンダルとで、嫁のスニーカー2足で7点で、アーバンアサルト8点で、財布9点、何かが足りないぞ。あ、ジャケット、やジャケット紹介してない、ベンチャージャケットとドットショット、ベンチャー紹介してないな、ベンチャー紹介しておきます、すいません忘れてました。こうやってね順番を飛ばすと何を言ってるか何言ってんか忘れてくるんですよね。はい、これベンチャージャケットですと、まあ、薄手のジャケットでねさっと羽織るぐらいな感じでさ、今時期にちょうど着るような感じで、見てもらったら分かるかなと思うんですけど、まあまあ薄いんですよね。もう透けてる感分かるかな、分かります、この後ろのとこ透けてる感じあるでしょ。これがベンチャージャケットです。合計12点あったかな、ちょっと飛ばしてるかな、あすいません11点でしたね。ということで全部11点あったと思いますので、これでね今月買ったものというのをご紹介していこうと思います。まだ夏場とかねこの時期はいいんですよ。まだ来月もいいかな。ただ9月とかぐらいになってきたらどんどん冬物とかになってくるんですよね。で冬物になってきて何困るかというと、かける場所ないんですよ。これ夏場やからさーっとこの辺かかっててなんとも思わないけど、もう冬場の時ガチガチになってくるんですね。フリースとかダウンジャケットとかになってくるので、まあ、その時はまたちょっと考えなあかんなと思ってるんですけども、ひとまず6月の購入したアイテムというのはこちらの方になっております。またね買ってよかったもののランキングっていうのはご紹介していくとは思うんですけども、まあもう僕の中でね1位はあれやなっていうふうにもう決まってますので、また楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、購入したアイテム6月編をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。